ニックチャンネル。Hello everybody! ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズです。今回もよろしくお願いいたします。見えている通り、今回も父親を迎えております。Welcome, Papa! こんにちは。元気ですか？元気です。元気です。今回のテーマっていうのはですね、父親から見た日米の文化の違いという特集になります、まあ、つまり特に何の制限もなく父親に、まあ、僕はまだ項目知らないですけど、日本にたくさん来た中で感じた文化の違い、まあ、または驚いたことだったりとかちょっとリストアップして、分かりやすく説明してくれよというふうにお願いしておりますので、早速いきたいと思います。よろしくお願いいたします。 So things thatNot necessarily culture shock, but things that you found interesting or unique or different from America as you have come to visit Japan by John Edwards. Up first. How much time do we have? Well, as much time as you would like. So the first thing I noticed was live advertising. Live advertising, okay. 広告が流れてる? What do you mean by that?So I remember we were coming out of the train station、mm-hmm. and there's these women in these little outfits dancing around, and I said, what are they doing? And you said, oh, they're selling phone plans. 怪しい方の呼び込みではなくて普通の方の呼び込みですね。あの携帯ショップだったりとか、なんかあの店の前に立って人が外でこうビラ配りしてたりとか、広告をつまり生の人間が目の前で街でしてくれるということがびっくりしたということですね。 So just in like their uniforms out in front of their shops? Yeah, but it wasn't just like one or two of them. There was a whole bunch of them. A pack of them. Do you remember where this was? Well, what was your first...Where I lived. No, because this was before you had a place. So I think this was Ikebukuro. 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 Ah, 確かにそれっぽいわ。だきっとね、サンシャイン通りのあたりでなんかお姉さまお兄さま方が、表に出て、まあ、またはサンシャイン通りの話だったら、もしかしたらその少なからずのメイド喫茶みたいなところだったりとか、これ2つの理由があると思います。もちろん単純に日本とアメリカ文化の違いっていうのが大きくここにもあって、アメリカ人ってあんまりブラブラしないんですよ。だから外にいる時っていうのは明確な目的地に向かっていて、普通の道端のお店の前とかでビラ配りしてるっていうのはその文化的にちょっと効果的ではないということですね。アメリカ人絶対撮ってくれないと思いますし、YouTube の方とかもアメリカで活動されている方何人か友達にいたりとかするんですけど、道端でなんかこう聞いてみましたみたいな動画ってああやってね編集されて、あのアメリカ人がめっちゃノリノリで喋ってるのをいっぱい編集されてるから、すごいアメリカ人ってそういうのなんか快くこう対応してくれるんだねっていう、あれはもう本当に嘘で、アメリカ人全然止まってくれないから、なんか通勤だったりどこか行くときに徒歩っていうのはほとんどいないので、全くその外でこう呼び込みというか外で宣伝だったりビラ配りとかしてる人がアメリカにはほとんどいないっていうのが、文化の違いかなと思います。 Well, now we have the sign spinners. そうなんです。 In America. We had those before though. We had those when I was little too. それの代わりにあの But not a whole...Yeah, not a whole troop. Yeah, well, you only need one. You don't need a whole cheerleading squad. 一つの標識みたいなの、矢印型のものを持って、こうなんか飛ばしたりとか、トリックみたいなのを。They're like this big. Yeah, and they like flip them around and they're like dancing with them. なんかポスターみたいなのを持って、こう飛ばしてたりとか、揺らしてたりとか、目立つように。まあ、その場合はもちろん、こう、また別にある特殊な文化なのかもしれません。Number two? So, oh, before. Along those same lines, because when I saw them, they were all in uniforms,、mm-hmm. the matching uniforms. So the other thing was going into a McDonald's、mm-hmm. Or a Starbucks, and it literally looks like an ad campaign for corporate McDonald's, because in America,He's got the name tag is on crooked and his shirt's not tucked in and
how can I help you? But in Japan, yeah, they just look like they should be in a magazine. I mean, you know. What's next? The size and the design of the buildings. Okay. They just are, they're different. I mean, every major city, including Portland, has skyscrapers. But the designs here are so much different. And then when you get inside of the building, the way that the traffic flows inside of the building and the way that the escalators are set up and the way that the elevators are set up is just so much more like, this is the way this is supposed to be. Efficient, yes, yeah. 日本とアメリカの一つの建物に関する大きな違い、基本的に建物っていうのは建てられて住めるようになったその日が一番価値がある状態というふうになっていて、基本的に古くなれば古くなるほど価値が下がっていくっていうように、まあ、その不動産に関しては、まあ、日本の文化はそうなっていて、でアメリカは災害がないということもあり、建物が正しく使っていけばアメリカの、まあ、アメリカの北西部が特にそうなんですけど、価値が上がっていきます。なので売った時が買った値段よりも高く売れることが大前提です、アメリカの場合だと。なので日本みたいに建て壊して建て直すっていう流れがほとんどなくて、逆に古ければ古いほど歴史があってアメリカ人は高く、まあ、ほぼ芸術みたいな感じで買う人が出てくるので、そこのもう根本的な文化の違いっていうのがあります。アメリカってもうこんなイメージなんですよね。この余分な空間がたくさん家の中にあるというイメージがあって、でそれは古くからもう土地とかにも余裕があったりとか、まあ、何をしても許されたというか、その時代をそのまま受け継いでいるということによるんですけど、日本の場合だと新しく建て直して新しく建て直してっていうことが繰り返されると、もちろん最新技術になったりとか、または効率よくこの与えられたこの土地の中で最もこうゆったり過ごせる空間みたいなものっていうのにこだわっていくことになるので、建物の外装よりももちろん内装のが、まあ、重要だったりするかなと思います。もちろん外装も重要ですけど、あくまで内装ができるだけ広くした結果の外装をそこからきれいにしていくってイメージですけど、アメリカ人、まあ、アメリカ人というかアメリカの土地の事情ですと、割と外装と内装を両方好きなだけこう遊べるっていう、まあ、状況にあり、そこで建物の感覚の違いっていうのが出てきます。で、未だにポートランドとか僕が生まれ育った地域だと、まあ、やっぱり100年まではあんまり行くのは珍しいですけど、50年、60年、70年、80年前の建物がもうベーシック、新築のものの方が圧倒的に少ないっていうのが、その見た目の違いっていうのを生み出しております。 Third This is going to sound shocking. 驚くかもしれませんが、 Unattended children. これは、保護者のいない子供たちという、これはもちろんその場でね、保護者がいないんじゃなくて、保護者が一緒にいない子どもたちという項目ですね。This must have been the third year you were here or so, and I'm sitting at Tully's up by the train station, and there's like a, I don't know, 7-8-year-old girl in her school outfit by herself in the train station. Yeah. This would never happen in America. And and I don't know what that says about America, that it's so unsafe for our children, that they can't be left alone. When I was 8 years old, I was left alone. But today, you would never see... When do you think that started? Our age? Mine and Jacob's age? No, probably before that. Probably, probably like in the 80s. Yeah. And I remember asking you about it, and they said, well, nothing's going to happen to him, Dad. Yeah. And... Nothing's going to happen to them that wouldn't happen to them if they were with a parent. Right. Yeah. And I'm like, that's amazing. So, but it just struck me as, nowadays, if you get behind a school bus in the United States,
their mom is literally walking the child to the bus and it's picking them up in front of their house. They can't even walk from the house to the bus without mom. Yeah. You know, because they feel so unsafe. Yeah. So that, you know, it's very funny because America claims to care about their children, but the empirical evidence is... The proof is in the pudding. アメリカ人の子供の家と通っている学校と、まあ、またはそういう職場だったりとかっていうのが一気に距離ができちゃったんですね。で、あまりにも一気に起きたことなので、交通の便もならないまま、そういうふうに自分が生活をしているところと実際に住んでいるところが離れたことによって、まあ、それつまり子どもたちが一人で行動できなくなったっていうのも事実です。で、都会みたいなところから家まで通うのが長ければ長いほど一人行動っていうのが長くなり、もちろんその分危なくもなりという流れっていうのもあって、その文化がアメリカに、ね、根付きました。そのふうに。はい。So this one will be short. 次はサクッとだそうです。4つ目、4th。This one will be short. Yeah. Panhandlers. アメリカだとですね、これはもう本当にいろんな文化の違いが集まっている問題なんですけど、アメリカだと日本でもごくたまになんか駅の中とかちょっとなんかお金がなさそうでもないんだけどなんか狙ってくる人たまにねだるっていうか、なんかお水買いたいんですけどお金ないですってたまに逆にテンション上がるっていうか、なんかほっほっえって思うんですけど、アメリカだとすごい普通にいるんですね。 Number five. How well behaved teenagers are. ティーネイジャーが行儀が良いこと考えたことない。俺がティーネイジャーだったからさ、この前まで。So let me give you an example. I don't know what happens at their house. Yeah. But that trip to Atami,、mm-hmm. we were on the, that's a long train ride, right? Yeah, like a couple hours. Yeah. And、there's a group of girls and、they're just sitting there on their phones or whatever. And we stop and a group of boys gets on.、Mm-hmm.They don't look at them. They don't harass them. They don't. We're in America. You're like, hey, hey. You know. So they're very publicly respectful. Okay. Yeah. Very publicly respectful. And to me also. Yeah. 正直僕も今一つピンときてないんですけど、そんな学生時代は送ってなかったので、ただまあ。それは多分なんでかっていうと、父親が言ってるのは都市部の話。まずだって僕が生まれ育った時に電車がそもそもないので、そのちょっかい出す女の子の団体なんかそもそも電車とか乗ってたりしてないですけど、しつこいナンパだったりとか、まあ、その女の子たちを見ちゃったりとかっていうのをやってなかったっていうのが、結構なんか日本の若者はしっかりしてるわって思ったきっかけだそうですけど、アメリカ人がすごいクズみたいな。これはすごい僕の個人的 な, なんかこれまで経験してきた中でのことですけど、日本人ってっていうより、日本の文化って割と10代後半から20代30代にかけて一番こう未熟な部分もあると思うんですけど、がむしゃらに気を頑張って使おうとしてる人が多いイメージなんですね。アメリカ人ってやっぱ10代20代って若いのが偉いみたいな雰囲気ってやっぱアメリカにはあって、まあ若者が日本に比べたらやっぱ数で言うとその年上の人とすごくいい勝負してるので、まあ、日本だと逆に自分がその10代とか20代30代でも思うんですけど、やっぱ周りにいる世の中の人って体感的にもアメリカにいるよりも自分より年齢が、まあ、これはすごいこの年代 の, その平成生まれな感覚かもしれないですけど、
基本的に自分の周りには自分より年齢が、まあ、率直に言うとぐんと上な人がいる方が多い、いることの方が多い。そのぐんと若めの人が割と自分とかあと一人とかっていうようなことが多かったりするんですよ。するとやっぱどっちかっていうと日本の若者は消極的という言い方が適切なのかわからないですけど、あのアメリカ人の10代20代ってやっぱこうブイブイ言わしてる感を前面に出したんですよこうなんか俺らの世界だみたいな、もう俺らは今がもう旬だみたいなこう雰囲気を出すんですけど、まあアメリカ人のだから10代20代はやっぱ態度がでかい。でアメリカ人って逆に30代後半40代とかが一番こう気使うんですよ。これは本当に僕のなんとなく感覚なだけで、僕のイメージだと日本は、まあ、大学に上がるぐらいのタイミング、まあ、高校ぐらいからかな、高校ぐらいから大学に上がるタイミング、新社会人になって結構もう気使おうっていうのをフル稼働させて、30代後半40代とかになってきてちょっと会社でも出世したりして、なんかもう使う気は使ってきたって感じでちょっとこう落ち着いていく人が多いイメージなんですよ。アメリカだとあの20代とか30代前半はもうなんか若い人生をもう前面にブイブイ言わしておいて、30代後半40代になってくると、まあ、出し切ったんで私はもうみたいな感じで、アメリカ人ってすごい落ち着くイメージがあるんですよ。 And five is enough?We're always doing five. Do you have something specific, really specific you want to say? Have we done five? Yeah. Or, okay, then five is good. My last one, I don't know if I could articulate it. Well, we can talk about it while we do the kind of separate one. Okay. 父親が来日の際に感じた日米の文化の違いというのを紹介させていただきました。少しでも面白かった方、勉強になった方、ぜひ、すごい横からなんか威圧感も感じるんですけど多分ね、ありがとうございますっていうタイミングを今探ってるんだと思うんですけど、少しでも面白かった方、勉強になった方、評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。僕の投稿いち早く知りたい方は通知ボタンをポチッとオフにしてください。僕の活動については概要欄に載せておりますので、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございましたはいはい、バイバイ。はい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 。